はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くといいんですね。ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、白血病と血液を作る造血っていうのと、あと原因と診断について、この4つについて簡単にちょっとお話しますね。白血病というのはね、血液のがんです。血液細胞にはね、赤血球、血小板、白血球がありますけども、まあ、これらのね、血液細胞がね、骨髄で作られる過程でがんになります。がん化した細胞、まあ、白血病細胞はですね、骨髄の中で増殖して骨髄をね、占拠してしまいます。そのため正常な、ね、血液細胞がですね、減少してですね、貧血とかで免疫系の働きをね、低下して、出血傾向であり、脾臓っていうのはね、血液を貯蔵しておく臓器のことなんですけども、それの肥大、脾臓肥大っていうんですかね、などの症状が現れます。まあ、といったような感じでね、まあ、いきなり難しい話をしてね、大変申し訳ないんですけども、まあ、最近ではね、今現在流行してしまっているそのニュースでも見ない日はない、その感染症関連の、ね、お話ばっかりしてたので、まあ僕がね、あの YouTube を始めるきっかけになりました、この病気のね、白血病っていうね、話についてね、今日はね、お話しします。で、日本ではですね、1年間にね、人口10万人あたり、男性ではね、11.4人、女性で 7.9 人の割合でですね、白血病とね、診断されています。白血病はがん化した細胞のタイプから骨髄性とリンパ性に分けられます。さらに病気の進行パターンやね、症状からね、急性と慢性に分けられます。で、続きましてね、造血なんですけどもね、血液細胞にはね、大きく分けてね、赤血球、血小板、白血球があります。で、白血球というのはリンパ球、顆粒球、胆球の総称です。これらの血液細胞はですね、骨の内側にある骨髄というところで作られます。そこでね、血液細胞の元となるね、造血幹細胞っていうのがあるんですけどね、それからね、各種のね、血液細胞へのね、変化、まあ分化っていうんですけども、それ変化していって、こういう造血幹細胞がね、こうパカッと分かれて、まあ、細胞分裂みたいなもんですよ。それ細胞分裂の過程でね、いろんな細胞にね、生まれ変わるんですよ。で、それでその分化していった結果、成熟した血液細胞が血液中にね、放出されるんですよ。で、変化する過程はね、大きく分けて2つあるんですけども、あの赤血球、血小板、胆球、顆粒球を作る過程は骨髄系と、で、リンパ球を作る過程はリンパ系と呼ばれます。続きまして原因なんですけども、白血球を含むね、がんはね、一般的にその遺伝子や染色体にね、傷がつくことをね、発症するとね、考えられています。例えばね、その慢性骨髄性白血病というのはですね、まあ、その患者さんの 95% 以上でね、フィラデルフィア染色体というね、異常な染色体がね、見つかります。そして遺伝子や染色体に傷がつく原因として、放射線、ベンゼンやトルエンなどのね、化学物質、ウイルスなどがね、挙げられていますけども、その仕組みはね、完全にはね、解明されていません。で、またね、白血病はね、遺伝しませんので、この親がなったとしても子供がね、必ず白血病になるっていうわけではありません。続きまして診断です。白血病の診断はですね、問診と血液検査、骨髄検査などの、ね、結果に基づいて行われます。で、そのためですね、通常のね、健康診断やね、血液検査をきっかけとして白血病が発見されることもね、まあ少なくはありません。貧血などの症状があって、血液検査の結果からですね、血液細胞の数やね、種類にね、異常が見られた場合はね、白血病がね、疑われます。僕もね、このタイプでしたね。まあ、このタイプになったというきっかけはね、体中になんか変なあざとかね、出てきてきたんですけどね、血が止まらなかったりしたっていうね、こともね、当時はね、あったんです。で、まあ、その最終的なね、診断にはですね、骨髄液をね、吸引するね、骨髄腺子マルクっていうのとか、骨髄の組織をね、採取するね、骨髄生検などといったね、骨髄検査が行われます。骨髄は全て骨の中にありますけども、まあ、骨髄腺子はね、腸骨、骨盤のね、骨からね、採取するのがね、一般的で、ね、時にはね、その胸骨正面にある平らな骨があるんですよ。ここにね、肋骨がこうあって、ここに集まってくるところにある胸骨っていうところがあるんですけどもね、そこから採取することもあります。でも、まあ最近はでも、ほとんど腰かな、腰からね、
あのブスって刺しでこう吸引するんですけども、そして採取したね骨髄中の細胞の数や種類、染色体や、ね、遺伝子のね状態をね確認して白血病かどうかをね確定診断します。といった感じでね、簡単にお話しさせていただきました。簡単やったかな、結構難しい言葉が出てきたというような感じがするんですけども、まあ僕としてはやっぱりね、皆さんには改めてですね、白血病というのはどんな病気なのかをね、簡単でもいいんでほんまに知ってもらいたいので、まあ、実体験を交えながらね簡単にお話しさせていただきたいとね、これからも思ってます。まあ難しくはねお話しすることはできへんので、まあ、その難しい話はね病院の先生が看護婦さんにね任せてますんで、まあ、今回はね白血病と血液を作る造血と原因と診断、この4つについてね簡単にお話ししました。次回はね白血病の種類についてね、まあ、簡単にねお話しします。で今日は以上です。で最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがね、よりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。